ようございます、いちごです。本日初店舗さんなんですけどですね、初平塚なんですけども、もう本当車で行くのやめます。はい、まあ、神奈川だったら1時間半くらいで着くんですけど、3時間前くらいに出て全然間に合わなかった。まあ通行止め渋滞とかあったんでね、あれなんですけど、本当に申し訳ございません。ということで抽選が250名様くらいいらっしゃるみたいで、スロット台数が300台くらいあるらしいので、なんか取れるということで、なんか取ります、頑張ります。今日はなんとお饅頭の配布がですね、お昼ぐらいにあるので、お饅頭が食べたいなということで、入場したいと思います。おはようございます、お願いします、お願いします、ママ鏡行こう。最近ねよく打つんですけど、鏡行きます。とりあえずスマスロー空いてるのがちょっと奇跡なんですけど、まあ鏡行きます、お願いします。はい、皆さんおはようございます、ちごゆいです。ということで、新店舗がですね、神奈川県は、平塚市にございます、じゃらん平塚店さんにて実践収録でございます。めっちゃ暑い、やばい、前髪もうベトベトということで、魂のね一般入場ということで入場させていただいたんですけど、本当にね申し訳ございません。もし次があるのであればもう、前乗りします、車で行くのやめるということで、新店舗さんでございます。ちょっとどんどん回しちゃってるんですけど、新店舗さんでございます、じゃらん平塚店さんですね、ありがとうございます。まあ行きたいな、抽選勝ったら行きたいなって思ったところはもちろん埋まってましたので、まあ空き台探してたら、まあ、A タイプのコーナーとかオキストローのコーナーとかがちらほら空いてる感じ でスマスローの島絶対無理だと思ったんですけど、鏡が結構空いてたので、とりあえず、ね、朝一は鏡からスタート行きたいと思います。まあ、お店の傾向とか全く分かんないので、ただ、6の日がね、毎回強いみたいなので、今日6の日ということで、まあ、もちろん抽選から受けて両番引いたら、まあ、サミー系ですね行きたかったなとは思うんですけれども、まあ、全体的なデータを見る感じ、前代系とかそういうのはあんまりやってないんじゃないかなっていう感じでは思います。だからまあ言ったらどこでもチャンスがある店舗さんなのかなとは思うので、まあおそばんプラスアルファの仕掛けとかもね全然あると思うので、まあ、その辺ですね、一般入場ということで地割れるとは思いますので、空き台とかねまだまあまあ預かんながらにはありますので、あとはやっぱりスマスロとかブブブブブブってマジで判別難しいんで、結構ねやめちゃう方いらっしゃいます。だからブブの後ズボとかワンチャン狙えるかもしれないんで、ちょっとその辺よく見たいと思います、店内を。ほらすごいぞ、おお、これは強チェリー、さすがにですよね。なんかめちゃめちゃチェリー引いて広角に上がってたと思うんで、これはね刺したい。はい、本店長坂飛んできたから坂みたいなやつ、これはねちょっと取らないともうね移動できる。これがレア役否定しないか、これ当たったわ、はい OK、 多分強チェリーかな、当たってると思われます、多分ね、いいっすね、 OK、 yes、 244ゲーム投資8本の多分強チェリーか当たってます、多分。いやこれは朝一 AT 刺して AT 刺して持ち玉作って、ちょバルブレイブとか見に行ってみようかなと思います。赤7です、よろしくお願いします。きたー、超ホットときた、これ刺さないとパチスロ YouTuber として終わり。よし、とりあえずガナを揃えればいいのね。左ファンソナビがアーチと
はい、多分通ったと思う。これ7来るんじゃない。おい、よし、はい、102枚獲得の AP でございます。よし、とりあえずこの間久しぶりに鏡をね収録で打って、あのね、あれやったんよ、あれ、ゾンビ、マジおもろかった、ゾンビやりたい。うわ、すっごいフリーズしてた、こんなのあるんだ。はい、強チェリー来た、黄色テロップ出して50倍以上くらい。いや乗ってくれ、乗るね、気持ち。え、ちょっと待って、え、これ何、黄色まだある、いける、え、終わった。いやでもでかいわ、63ゲームね、ラスト。はい、ということで386万円、何も起きませんではないけど、まあリスクすら取れなかったので、まあちょっとこの後設定判別をね兼ねて回していきたいと思います。まあやっぱりね、店内ね稼働高いですね。なんかもうジャラン平塚店さんって、私セブンズ TV さんの動画よく拝見させていただいているんですけども、この間ねゆとりさんが初収録で言ってた動画が前で上がってて見たんですよ。まあ今日よりねとんでもない人数いらっしゃったらしいんですけど、強い、お店が強い。だからまあ名前自体はねしてたけど、平塚ってかなり遠いんで、まあ言ったら湘南とか海の方だと思うんで、神奈川の土地勘ないんでちょっと分かんないんですけど、行く機会はねないですけど、今日ね初めてねこう来店をね呼んでいただいて、なんかすごいね、いちごゆいもねもう本当に恐縮なんですけどね、すごいいろんなところにねこうお邪魔させていただく機会がねたくさんねございますので、もう一軒一軒本当ありがたみを感じながらやっていく。あつべ、まあ、これはダメそうだね。ボーナス多分チャンス名じゃないかな。え、アメリカンドリームとか言ったらびっくりしちゃうんだけど、じゃあですよね、多分チャンス名で当たってたのかな。はい、なんか7です。175ゲームチャンス名だと思います。持ち玉でいきます。いいよ、さあ入れよう。お、これ確か60ゲーム以上だった気がする。そうだよね、いや乗ると思う、だってレディって騎士だもん。いや、コインだ、あ、そっか、209枚ね、ありがとうございました。いやーちょっとマジで赤棚から AT 入れるの難しすぎるね、本当に 30% くらいしかないもんね、 40%、 30%。激アツ、え、ちょっと待って、強チェリー引いたんだけども、その前からなんだかんだ前兆が走っていたのであって、どっちで当たってるんだろうな、これ後半のゲーム中でも当たってるのかな、わかんない。ちょっとこれさ、鏡のさモード判別するの難くね。はい、ということで173ゲーム投資が持ち玉でもいってます。おそらく強チェリーだとは思う。まあ、全長ゲーム数で判別すればいいってだけか。はい、入れましょう、そろそろ。なんか多分いいところで当たってるから、これ履歴見た人だけだったら、え、一応一般入場で入ってきたのにもしかして積もってんじゃねみたいな感じで絶対思うと思うんですけど、まあ、これレア役が刺さってるだけだからね。ドロスト上乗せなし60枚、ラブフォースワン、あ、ラブフォースワンの方か、ゲーム数とかの前兆じゃなかった。じゃあ成功するでしょ。
7分の1くらい。はい、でした。うえ、いった。マジか。これ多分2個だよね。やった、248ゲームラブフォースワン成功です。ナイスでした。投資追加しましたね、1本9000円です。まだ参えます。他7です。青欲しいと思います。いきます。いけ、延長延長5。じゃあナイス。これで60だ。マジ頼む、フリーズ、フリーズチャンス。わっちゃ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 。うわ、知ってる、みんなこれクレアです。うわ、しかも青菜のなんだけど、青菜のスロープ。なるほど、次回天国モード確定だわ。あっつ142枚いきます。3回目、あ2回目か。レディ天国確定なんでディスクはもらえるって言ったことか。バトン、まあ天国なんでね。ケイケイ赤。あとはまあこの赤ディスクから突破口を持ってこれるかっていうのと、あとはもうゲーム数をどれだけ上乗せされるか。いや、ここちょっと出玉伸ばしていきたいですね。まだ投資9本だよ。うん、バス。トランク。チャンス目か。レインボー。後ろ。カモンある。うわ、カモンや。これどうなってる？しかもなんかすごい。もう一個。うわ、これやばいやつ持ってきちゃったかもしれない。ほら、だって白のまんまなんですけど。え、やばい、すごいことになってた。これとんでもないループ持ってきてる。え、これなんか押したりするの？うわ、やばい、怖い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 、これやばいよマジで。裏、え、白いって何なの。え、もうもうちょ、あ、終わった。え、でもすごいんだけど、ラスト107ゲーム。ありがとうね、あえててくれてありがとう。キャスビンのね、1を取ったんですよ。てかめっちゃ塗るんだけど、どないしたん本当に。キャスビン、すごいの持ってこい。白、あーやばい、ラスト121きたー。神回、やばいやばいやばい。え、これなんかすごいところにいるんじゃね。え、リール動かない。あ、そういうこと、そういうこと。え、なんかすごいね今の、神秘的。うわ、トランクからの上乗せってやばいし、多分これ80パーループ持ってくるやつ来るよね。あれ来ないの、黄色でしょ。え、25パー以上。え、待って、トランクからのカモンループって80パー以上じゃなかったっけ。トランクせずにカモンループ発動した場合はこれでね、だから上乗せしてくれれば8パー以上なのよ。写真撮っとこう。ほら、これやばいよ、本当にやばいからね。え、本当にやばいからね、やばいんだってみんな。30、え、終わり、まだまだある。え、え、終わったんですけど。え、80% 以上ってことだよね。 20% ヒット、60くらいしか乗ってるかね。気が強いんだから。今ちょうどそのページ見てたわ。乗せたことない、乗せたことない、いちごゆい。え、すごっ、うまいって。これどうした。じゃあラストで、ディスクチェンジメントいきます。いやー、ちょっと頑張ろう。ここまだ通常時戻りたくないよ。まだまだ出すんでよろしくお願いします。これなんかいっぱいキャラクターがいればよかった気がする。いけ、ディスタンス、やりたい。
人、これはアメリカンドリームの匂いがする。とりあえず奇跡起きた、トトロケドリーム、まあ、パネル抜くやつですね。あ、緑、よし行くか。これめっちゃ面白いから、もうマギクエ、マギクエ、ま、お、速電パネル、とりあえず子役をね、引ければいい。あ、いいやつ、え、待って、レア来た、あつチャンス目、え、待って、すごい強くなってよアイコン。ザ・スタンドって何なの。やばい、引きたい、これ何、これ何、引きたい、絶対無理。アンダー、とりあえず取っていこう。10、ナイス。あー、まあ、そうだよ、ナビが出んだよね、これ。よし、やばい、ここはこうやって来て、よし、ナイス、うまい。結構強いんだ、ナイス。あ、カッピタ50わけがない、まあ、でかいよね、今55ゲームってかね。ナイス、ミドル抜いたとてパネルがないんだ、色付け。よし、オッケー、パネル強化ね。カモンがいいね。やばい、レンジャーめっちゃ来た。ダメダメダメ、耐えて、はい、70、レンジャー、うまい。あ、バイククエストなんだ。よし、これレンジャー消えてくれたらいいな。消えた、うまいぞ、いちご切り、こやこやこや、うまい、はい、お、え、来た来た、20と、これ何、これスペシャルトリック来た、ゾンビや、すごいぞこれ。これ確かあれだよね、このお墓のさ、やつ抜いていくやつだよね、継続率なんだよね確か。全部どこ、最大100か。わっ、赤が来れば確か強いゲームするのる気がする。とりあえずこうでしょ、5全部抜こう。あ、来た、これは50、うまし、まだ参る。あ、キャッ、50です。早いって、これは早いって。でもまだあのこっちのね、マギカクエストの方に行けるわけだから。うわ、カモン来た、で来た、グラビティ、あの角度であれ やるやつですよね。はい、一応ね、何度までやったことあるっけな、80何度とか。いや、弱い、これもうちょっといけるよね、80くらいまでいった気がする。てかさ、めっちゃつまんないやり方しちゃったね、あれ一気にいくやつじゃないんだ、なるほどね。やばい、これ動画になるから。でもめっちゃ乗ってるからね、みんな見てる、やべえ、終わった。え、すごくね、274ゲーム割と頑張ったよね、クールだって。 ありがとうございます。ということで、272ゲームラストね、持った、AT いきたいと思います。一応ドリカムの方もね、もうすでにもらってるんで、あとは、このね、273のうちに規定ゲーム数到達させるなりして、ディスクをとりあえず欲しいね。あ、ありがとうございます。なんと本日ですね、奈良平塚店さん、総付け景品で、おまんじゅうを配ってるらしいんですね。おまんじゅうです、ありがとうございます。いや、なんかすごい、すごくない、おまんじゅう配るパチンコさん初めてなんですけど、食べたいんですけど、しかも3つも入ってる、嬉しい。今日朝さ、ほんと渋滞やばすぎて、あのコンビニに行く時間すらなかったっていう、まあ、普段あんま食べないんですけど、朝はコーヒーとタバコです、朝はいちごゆいの。だからね、めっちゃお腹空いてる今、だいぶ出たんでね、ありがたい、引きで感謝。1950枚、ディスクはないんで多分載せないですね。ドリカムいきます、戻します、これめっちゃ得意、違和感探してください。
こういうの光ったりするから最終ゲームで来るイメージある。やばい緊張する。来たんですけど光れアメリカンドリームないわ。ラスト、うわない、終わった。はい、ということで、ロングエッジ終わりました。1955倍。いやまあ、大体このドリカム号ってドリカム天井行くんですよ。350でしたっけ、333か。どうもゆいです、ゆい1号です。ということで、北斗じゃないや、カカミやめました。なんか周りというか元成さんが結構強いんで、なんか結構奇襲1位みたいな感じなのかなっていう感じなのでわかんないけど、パチンコに移動してきました。パチンコです、結構新しめの台ですよねこれ割とね、北斗の剣暴挙勢いきたいと思います。これで1回ね来店実戦で打ったことあるんですけど、自分は当たってないんですけど、あのフォロワーさんが当たってるのを見ててめっちゃ面白そうだったということで、いちごゆいは先バレいきたいと思います。いきなりフラッシュですね、いきなりフラッシュモードです。じゃあいきます。いちごゆい×じゃらん平塚店さん×北斗の剣暴挙勢いきたいと思います。サモン先バレ、ちなみにこの台1万発出てます。先ほどでこれスペック結構強いんじゃないかなっていちごは思ってる。ラッシュ突入率が 60% ございます。で初回大当たりのね、なんと 5% が3000発スタート直で 5% 引けちゃう気がするんだけど、 15% が10ラウンド1500個ですね。で時短なしが約 40%、まあ、40% 引かなければいいんですよと。簡単なお仕事ですね。右打ちもね割と強いんですよね。3000発が約 50%、 止まんないって、まあ、その残りの10ラウンド1500発が 30% で、2ラウンドリセットみたいなやつ今流行りのあれが2ラウンドで約 19.3% という感じなので、あのスペック自体はかなりいちごゆいの好きなスペックです。だからまずはへそからのね当たりをね目指さないといけないので、 319.7 分の1をまずは引くこと。一応今日投資がまだ今これで1000円流したんで1枚ぴったりなんですね。で持ち玉が1700枚あるので、浮きだからパチンコでダブルアップチャレンジしてる今。何？エアフラッシュはしてません。え？これはまた行くぞリーチ。リーチじゃない。ここタイトルあるのかな？めっちゃいい音したけど、めっちゃいい音したよね。これ何？シェイク2回したけど、あ、これが当たるかもよのやつ。全然わかんないや。こんなん見たことない。めっちゃ悪口言う。来た。先輩なしの真剣バトル。タイトル注目です。さっき黄色だったと思う多分。いけ。メイコ。赤です。これは当たった。これは大丈夫。え、待って、いちご先バレじゃないこれ。ギアクラッシュじゃないっけ、ポフランっていうやつ。え、マジで頼む。サブじゃダメだよ。でも、このリーチ中の S1 注目です。なんか知ったかぶってるように言ってるけど、ケンシロウが服を破いたらめちゃめちゃ熱いです。いけるいけるいける、マジでいける。ほら、お前はもう死んでいる。はぁ、あ、赤文字になった。ほら、クラッシュした。あ、シェイクした。もう一回シェイク入って。洋服破け。破け。来た。これ。ほら破くんです。いけ。破きました。これは大丈夫。さすがに当たるでしょ、これ完璧だと思うよ、だいぶ押しますよ。では、じゃないけど長すぎ、399回転長くはないか。まあ、こっからだからね、これの 60% を取って死に
まずは入れないといけないので、総投手、スロットと合わせて、あ、全然使ってない、30.5本。ありがとう。いやー、マジでやらせて。5パー、これ変わるのかな。5%、ハイパーがいいです。初めて当たったからよくわかんない。なんかでかくね、ふんわい。60%。本当に言ってんの。ちょっと待って、まだチャンスあるよね、さすがに。待ってチャレンジ成功で剣を出してる。オッケー、任せろー。これで頼む。いけ、さすがに 60% 取れるもん。最強にウルトラ引き弱い。もうダメかもしんない。これです。いや、さすがにね、赤だったよね。赤なの、赤デフォなの。絶対当たったと思う。次だよ、次。はい、当たりました。当たりました。もうマジで頼むんだけど、本当に。気持ちいい、本当に。やっぱこの台面白いな。1回しか打ったことないけど、来る2回目。まあ、ここからなんだよね、結局は。本当にお願い。強めで。一応優位的には当たり、そういうのがあると思う。トップ3、いけ、レインボー。緑なんですけど大丈夫かな。敵は誰、シェギレ優雅以上。あらー、やばい。まあ、こっからだから。いや、マジで頼む。隙張りしたんだよ。さすがに 40% 取れる。弱いかな。タイトル赤でかい。タイトルじゃない、テロップ。そのまま行くんだ。大丈夫です、大丈夫ですよ。これはこんなん初めて見たわ。そうだよ、だってさっき通常引けるんだもん、 40% の。大丈夫だと思う。復活しなければね、ここで。これで当てたかったんです、先バレで。74回転投資持ち玉でいきます。370玉あまりあります。もうここからこの6割を取れないと、もうパチンコ引退した方がいい。本当、いや、本当にお願い、本当にお願い。さすがにね。なんか光ってない。これでも、お願い、もういいって。さすがに6割の方取れるから。やった、こっから延長じゃないかな、よかった。よし、ということで初回は1500もらえます。こっからがめっちゃ面白いからね、みんな見てて目離さないで。ということで剣をラッシュですね、右打ち。これが面白いから、こう早いんで目離さずに、時短10回転プラス何歩4歩かなのうちに 10.7 分の1を引き続けられることができれば右続きます。継続率が約 75% で、振り分け強いんで、まあ、当てたら結構でかい、1回の当たりが。ちょっと待って、やばいんだけど、やばい。なれ、なるから。もう何でもいいんだよね。これで当たりましたからの切って、切っ、3000発欲しい。3000でかいから、本当に。あれ、もう切らない。ハッパーボーナスね、1500の方ですね。切ったら3000です。よし、行きます。緊張するー。よし、回転。あれ、まあ、これやる。これが2ラウンドの方ですね、チャージの方かな。まあ、リセットみたいなやつ。まあ、でかいです。回転抜けちゃうより。いきまーす。
っといっちゃおう。うわこれです。気持ちいい。やばい、めっちゃ釣り腹立つんですけど。振って3000、来た3000。うわシルが出ちゃうんですけど、でかパチンコ楽しい。やばいね、この台。うるさい、うるさい、うるさい。イエス。あ、やばいことになった。え、これ分母やばいことになるよ。30回転のうちに取ってたからセブフラ、やばいことになった。これ分母多分9000だよ。あ、じゃあさあ6000か。え、やばいことになったんだけど、これどうなるか。え、何何何、初めての経験、やばい、鳥肌。え、どうなるの、どうなるの、どうなるの。頑張れ頑張れ頑張れ、勝て、勝てるでしょ、はい、勝ちまして。で、これどうなの、1500加算される、3000加算される。え、すごくない、頭がおかしくなるんですけど、やばい。え、これ分母いくつになってる今。3、4、5、6000、一撃6000発だって、すごいでしょこのラインよし。まあこっからだから、こっからもう今現状満発あるわけでしょ。あとどれだけ伸ばせるか。宇都宮優衣と、ジャラン平塚亭さんと戦いいきます。本当にお願いなんだけど、これチャンスアップパターンとかあるんで多分見といてください。なんかね、後ろに何かがあったりするらしいんですよ。わかんない、やったことないから。でもフォロワーさんが言ってた。レンダレンダレンダ、え、レンダできてない、やばい、あ、ダメだ、これダメです。ですよね、あ、いや、まあ一撃8000発チェックか、十分なんだけどね。すげえ、たったの6回で9525。うわ、そうだよね、熱っ。え、最後の1回転ってことかな。え、神代やばいんですけど、やだもう。2回なんだけど、もう終わらせないかも、これ閉店まで右やる、面白い、愛してるわ。うわ、まだわかんないから2、1、十分です。本当にだってこれ全部浮き分だから。ありがとうございました。もう満足やめですね。え、最高。じゃらん平塚店さん、ありがとうございました。ということで、ちょっとまあ店内の方見て、店内状況ね、動画撮っていきたいと思います。いやー、でもね、本当朝どうなるかと思いましたけど、もう 最悪だよ。初店舗さん初収録で、あの渋滞により遅刻で抽選受けられないってやばいでしょ普通に。ごめんなさい、本当に申し訳ございませんでした。あとね、最後にね、地獄優衣のエンディングとともにお届けしたいと思います。皆さん最後までご視聴してください。バイバーイ。はい、ということで実践終了いたしました。地獄優衣です。冒険生の優衣です。ということで、ジャラン平塚店さんの店内状況の方行きたいと思います。ちょっとね、まだ時間が5時くらいなので、あの早いんですけど、早いんであんまり確定形が出てないんですけれども、出玉感結構ありますので、店内状況を聞きたいと思います。冒険生じゃな、鋼鉄城のカバネリのコーナーですね。台数多いんですけれども、おそらく列1とかでやってるんじゃないかなと思いますね。こちら初当たり13回、初当たり20回、初当たり10回、これは明けられちゃってますね。12、21で、逆の島ですね。こっちがちょっと強そうかな。初当たり20、渡たり13の16の13の20、まあちょっと出玉がね、やっぱ塊であるかなって感じなので、
まだねトロフィーは出てないそうなんで、もしかしたらノーカスタムなんで自力で出すしかないかもしれないですね。こちら機動戦士ガンダムユニコーンすごいですね。こちら75回設置パス72、初当たりが8回、でこちらも初当たり8回、でこちら初当たり16回、でこちら幼女戦記ですね。こちら2台ともまあ履歴本当に強かったんで、さっき聞いたら2台とも5、6角出てますってことですね。こちらラッシュすごいめちゃめちゃ入ってる、14回、すごい天才。こちら永遠の消防隊ですね。ちょっとね示唆がまだ出てないっぽいんですけど、初当たり10回、こちらもで15回ついてますね。どうなんだろう、永遠ありそう。こちらメイドインアビスのコーナーですね、3台あって角と角がいいのかな。こちら初当たり14回、これちょっと苦しそう、16回、でこちらも、14回、3箱。こちらギアス C2 バージョンですね、まさかの変わってないので、まあ確定出てないんですけれども、ありそうな感じはしますよね。でこちら盾の勇者2台あって1台ですね銀トロ出ております。直撃1回なのでおそらく5かなという感じでございます。こちらスマスロ北斗のコーナー、初当たり16、13、こちらが初当たり16回、でこちらがバルブレームの4、5、6出てる台ですね。まあちょっとドライブ弱いんで、まあ、4かなっていう感じでは言ってましたけれども、6000枚吸い込んでから5000枚出てるそうです。頑張ってください。あとねジャグラーコーナーがすごい強いかもしれないですね。私全然ねあれだと思った、ジャグのイメージはなかったので、ちょっとざっとやります。とここが SIM の島ですね。でこちらが逆側の列の SIM の島です。今日全体的に良さそうなのがハッピーかな、ハッピー強そうですね。塊でちょっとこの辺ありそうな感じはします。はい、といった感じになります。ちょっとまあ時間的にね確定がちょっと拾えなくて申し訳ないんですけれども、私はこの後ね別件お仕事がございますので帰るんですけれども、まあ多台数設置に本当に奇襲1以上はあるって感じで、まあ、少数設置にも絶対1台はあるんじゃないかなっていう後輩分だった気がします。でジャグラーの方もですね奇襲1で塊っぽいところはありそうなので、まあ、全体系とかね特に並びとかそういう公約がないのでどこにでもチャンスがある、そんな感じはね朝から私言ってたんですけど、本当にそういう結果だったかなとは思います。まあ、ちょっと私もね今日抽選参加できなかったので、次回もしあればですね抽選勝って頑張りたいと思います。はい、すごいね8店舗差だったんですけれども良かったです。すごい稼働もね終日本当に高くてマジで移動できなかった、これがね信頼されてるんだろうなっていう感じがしましたので、私も次回はねありましたら頑張りたいと思います。スロットで勝ちたいなと思います。ということでいちごゆうの、いちごのため語録、上海新店舗さん、じゃらん平塚店さん、ありがとうございました。本日の収支こちらです。タコガチです。やだ。ということで今後も暴挙生とともに生きていきたいと思います。それではチャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。バイバーイ、じゃらーん。